リンゴルフアレンジマッチプレー対決です。イエーイ。森選手と畠山選手の選手だって、対決です。おー、ありがとうございます。テポなのにちょっとリードしてますね。テポテポしてるから、テポテポってテポテポ、ほんと不発がないだけいいと思うかな。じゃあそうだね、不発が一番やばいもんね。そう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 。いや、長ね。ここパー3ですもんね。パー3だけどすごいね。なかなか狙えないパー3だよね。185、5番くらいしんどい。うん、あれ大きい、ちょっとこぼれたぐらいだと思うけどね。うん、来た、ガッガッガッ。おー、しゃべってた。ナイス、いいよ。あー、取った。大丈夫かな。ごめんって。なんかちっちゃいなんて言ってないけど。え、見えない。マジ見えない見えない。あの頭見えない。ちょこっと見えない見えない。え、あ、見えない。やべえ後輩なんだけど。やってみたっしょ。やってみて分かったっしょ。本当だ。ちょうどその出てるとこよね。出るよりもちょっと右。うん、このぐらいか。そうよね。いや、全然イメージわかんない。マジで高さ出しすぎる。そう、叩き落とされるよね、こいつに。5人ならいけそうな。ボールから多分上がっちゃうから。うん、5人でちょっとこう低めに行くで、いいとこ当たって、あ、前振ってくれたらいいかなみたいな。うまっ。どう、やばいんじゃない。転がってきちゃったけど、うまい。うん、うまい。そんな抑えて打てる、すごっ。うまい、ほんとキワキワってこう。うん、そうそうそう、もうほんとになんかこう余裕あったもん、高さに。ナイス。そう、え、マジで。すごっ。まああとあの溝に落ちてくれたらよかった。すごっ。ボケするのもったいないよね。いける。あ、逆にね。あ、じゃあマックスだっけ。だからさ、ねえ、入れた方がいいし今の。うん、上手、上手。すごい。これうまいわ。いやいや、奇跡、奇跡。いや、うまっ。私絶対できます、それは。入れ。マジ？おはようございます。イエーイ。困ってる。恐縮です。困ってるよ。おお、ナイス。ナイス。イエーイ。先ほどはナイスバーディーでした。ありがとうございます。それはね、やばかった、やばかった。ちょっとやばかった。いやいやいや、まあちょっと穴と森ちゃんちょっとやってみたんですけど、まあここにちょっと差し込んでもらおうかな。あ、でもいいよ。うん、結構強めにいっちゃったもんね。とにかく、とにかく出すみたいなね。あれはもう覚悟で打ってるんで、はあはあ、まあやらなきゃね。そうそう、そうだよね。もうああやって行っちゃうのはしょうがないと思って、うん、一番やっちゃいけないのはカシャカシャカシャって。ですね、ですね。また落ちちゃいますもんね。まあ残り2ホールで、まあ、このあとパー5、パー4なんですけど、うん、まあポイントは森ちゃんがさすが 8?8?はい、バーディー取ってるもんね。そう、バーディーで勝ってるから、うん、そう、8ポイントで
まあ、ユピ1ポイントまあ、まだわかんないんでそんな不適せられるでもらって頑張ってくださいじゃあ残り2ホールよろしくお願いしますお願いしますああ右ずっと池なんですね右ずっと池なんかトーナメントだと残り2ホール結構あれなんですよね、うん、波乱が起きる、うん、なんかスコアのねこうあれがある変動が全部左手ポッタか手ポッタけどパワーファイブだから大丈夫、うん、何問題うん、ナイショーナイスですそうあの次がさ赤い橋が2個あるんだけどあの辺が結構みんなねなんか落ちたとかねあそこで変わるんだよねそうかもしかしてそうちょうど結構厚い感じうん、ピアこれギリギリでしょ？ナイスショー。ね。だ森ちゃんぐらいの距離の子だと、あの橋を越えたいとかって思っちゃうってことだよね。頑張ってね。ここからです。170。超えるには何ヤードぐらい必要になってくるの？200。ああ。200ぐらい。でどうするんですかね。ちゃんと手前に行きますよ私は。そんなの無理しないんだ。手ポンないんですか。やめろ。手ポってからここにいるんだ。そもそもこの距離で行ったら相当勇者。まあええとこ。トーナメントはセカンドこれをやっぱ超えたい。かまあちょっと手前から行こうかねちょっと選択がああ右出たどうキラキラだめっちゃくだったうんうん。ダンノー。チャッチです。56度です。はい。うまっ。もう、ナイスです。ナイス。ナイスアウト。絶対やっちゃいけないね。うん、ナイスです。パパ？もえちゃんどこを狙っていく感じですか？好きな方向を狙っていく。切ってどこ？あの隣？旗の隣？紐が張ってある。ああ。なんか左。黄色い旗の方を狙っていって、今日左に行くからちょっとそっちの方行くかな。あれ距離的にあれ超えるの？アゲンストなんでそれがどのぐらい影響する？ああ。なるほどね。210ぐらいしかないんで。そうか、だからあれをちょっと嫌がってセンターとか狙うとまたちょっとバンカー行っちゃう可能性とかあるんだ。ああいいとこにいるね、あれ。うん。ナイス、ナイスショー。ナイスです。いいな。です。そっか、エイペは別に気にならないのか。多分バンカーは、うん。多分ね。今ちょっと当たってないんだ。あ、当たってない。むずここ。そうなんだ。だから考えてやるとやっぱ難く感じるよね。超むずい。ね。
やっぱ、ね、何もしないでチップインとか取る人いるから、ね、だからそういう戦略かもしれないですね。でこんなに寄せちゃってね、すごいわ本当。立ててねえからそれ。考えちゃいけないね。すごいよね私。でもやっぱ寄せワンって大事な気するんですよね。あの普通に生徒さんとか、うん、競技出てるとバーディー取んなくちゃいけないけど、普通になんかね、100切りますとか90切りますとかだったら、うん、こっち動いちゃったら絶対、うん、乗せるんじゃなくて寄せて、まあね、なんかパーでもボギーでも取る練習しとくと、なんかセカンドショットとかサードショットもストレスないじゃん。だって乗んなくても次寄せりゃいいのかみたいなさ、なるから。これが近くに落ちちゃう、そうだよね、トーナメントの T の位置にもよるけど、確かにこれになっちゃうぐらいだったらってセンター取るとむずいですね。たまたまそっちの傾斜で行ってくれ。あ、森ちゃんいいね、ナイス声だね。いやもう絶対届かないんで、いいところに。一人パー5やってるから。このぐらいの風って、だって一番ってビル？なんかさ、いつも練習してるところがさ、うん、頭おかしいぐらい風強いからさ、なんかそんな変わんないんじゃねえみたいな。もう来てる。いやなんか今日上とこの地上が違う気がする、すごく。あ、する。じゃあ迷ったらほら短いからって言って森さんが言ってから。いいんじゃないですか。信じた結果だ。一晩って多かったらちょっとあれだったよね。自分で言って恥ずかしくなった。でもちょっと暖かくなってきて、あ、それ伸びたのあるかもしんない、うん、そういうのもあるじゃん、なんか、うん、全部なんかさ今日大きいなと思ってたけど、多分そう暖かくなってきたのもあるよね、うん、もう距離伸びた。おー、ナイスか。ナイスです。さすがに4時過ぎると、もう4時、あ、でもなんなら4時半じゃん。そう、それに4時半だったら困るよ。一番暑い時間帯ゴルフで過ごしてる。そうだよ。いや焼けてしまう。いや焼けてますよ。4月の黒さじゃないとかよ。早いよ。ゴー入れた。全然読みがスライスに見えたってこと？見えてた。あ、うん、ほほほ、入れてくる。バーディーでしょ？はい、バーディー。あら、恐縮です。ナイスです。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。って感じで、あのリンゴルフアレンジマッチプレー対決なんですけど、結果を発表したいと思います。ユイピー選手、はい、ユイピー選手1ポイントです。ちょっと声がかすんじゃった。積んじゃったとか言ってるよ。わかりました。いいよ。はい、森選手、はい、森ちゃん選手、はい、なんと4バーディー。素晴らしい。取るとこ取ってって10ポイントでございます。恐縮です。いや、勝者の森選手には賞金5万円を。あざすか。あざす。あざす。はい、先輩に勝っちゃって。ね。はい、って感じで、はい、もうたくさんバーディーね。うん、取られて。ね。
こうじゃなくてこれだからね、ガッと、ね、物語っていうウィスーつってすごかった、ありがとうございます。なんかトーナメントの下見でもしに来たのかぐらいな感じで勢いだった、うん、ちなみにあれですか、5月とか7月とか出る可能性はあるんですか。あ、うん、出ます、出ます。あ、本当ですか、はい、あ、じゃあぜひ、はい、お願いします。お願いします。ございます、お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、じゃあ一応優勝者インタビューで。お疲れ様でした。大丈夫、雨の予報だったけどね、天気良くてよかったなって思います。すごい楽しく回れてよかったです。またよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。Ha ha ha ha!